どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですねリクエスト動画ということで、私のね、動画で、東京からハワイ路線、まあ、羽田からハワイ路線のですねバージンアトランティック航空のマイルで片道ね 22,500 マイルで羽田からホノルル路線ね取れますよって、こちらはねエコノミークラスになるわけなんですけども、まあ、動画でね紹介させていただいておりまして、まあ、こちらのねバージンアトランティック航空のマイルっていうのはアメックスのねリワードポイント、またねマリオットアメックスポイントからね交換することができて、まあ、今ね非常におすすめですよっていうね話をさせていただいております。でこちらねバージンアトランティック航空の会員登録ね結構つまずいてる方ねいらっしゃるみたいですので、本日はねこちら実際にねやっていきたいななんていうふうに思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで早速ね内容に入っていきましょう。という前にですねちょっとね外資系のマイルねこれからね貯められたいっていう方はですね覚えておいていただきたい点があるわけなんですけども、まあ、私の動画でですねユナイテッド航空のマイルとかアラスカ航空のマイル、またアメリカン航空のマイル、エアカナダのマイルとかね、今話しているバージンアトランティック航空のマイルとかね、まあいろいろあると思うんですけども、常にねこの外資系のマイルっていうのはリスクを伴うんですよね。まあ、このリスクを伴うっていうのはどういう意味かというと、いつ解約が入ってくるかは正直わからないんですよね。ですので、まあ私の動画の中ですね、ANA JAL マイルね、貯める話が非常に多いと思うんですけども、まあそっちにね、まあ寄せてるっていう意味ではないんですけども、まあ一番お勧めしてるのはね、ANA マイル、JAL マイルがね、一番ね、お勧めさせていただいているのは、やはりね、日系の航空会社っていうのは解約があるってなったとしても、突然入ってきたりしないんですよね。ですので事前にねアナウンスがしてあって、その後解約が入るっていう風になりますんで、まあ、その間にね猶予がありますよね。外資系のマイルっていうのはこういうものはないんですよね。このバージンアトランティック航空のマイル、片道ね東京羽田からハワイまでね 22,500 マイル行けるわけなんですけども、こちらもねいつ塞がれるかわかんないんですよね。ですのでもしねこの私の動画を見てポイント交換して、さあ実際に発見しようと思ったら必要マイル数一気に上がったとかね、もうその路線発見できないとかね、まあこういうことはですね十分考えられるっていう風になりますんで、こちらはねぜひ覚えておいていただいて実践ねしていただければななんていう風に思うんですよね。まあ私みたいにですね、今ね私は今仕事しておりませんので、まあ自由にね日程組むことがまあ実際にはできるわけなんですけども、まあこういった感じでですねある程度自由が効かないとですね制限が入ってくると非常に使いづらくなってしまいますので、まあ、この点はね覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。ということで動画の内容ね入っていきたいななんていうふうに思うんですけども、このねバージンアトランティック航空のねマイル、私非常にね家族でもねこちら利用したいと思ってですね羽田からハワイ路線非常に検索させていただいてるんですけども、もうですね一部閉鎖されてるのか解約になってるのかちょっとわかんないんですけども、去年ですねプレスリリースが出た頃って本当にめちゃくちゃ取り放題だったんですよね。確かね8席とか9席とかね、まあ、そのぐらいね空席が出てくるぐらいですね解放されてたわけなんですけども、今ね2023年10月現在ですね、今ね来年のゴールデンウィークとかほとんど取れないです。はい、まあ空いてる日がね結構限られるみたいな、で行きは取れても帰り取れないと、もう行きも取れないと、で来年の8月、まあ、7月から、まあ、7月はね結構まだ空席があったりするんですけども、8月は現時点全滅ですね。はい、もう8月は1日も空席が出てこないです。まあどういった影響なのかっていうのはね正直わからない部分があるので、まあこれからね解放されていくのかもしれないですし、まあこのままなのかもしれないですし、8月が解放をやめたのかもしれないですし、ここねちょっとわからない部分もございますので、まあこういったリスクですね、去年本当にねめちゃくちゃ取り放題だったんで、まあ良かったんですけども、今現時点ですね私結構検索させていただいてるんですけども、まあ8月はもう全然出てこないっていう風になりますんで、まあ、夏休みのお盆期間ですね一番利用されたい方はね多いと思うんですけども、ここはねちょっと利用するのはね雲行きが怪しいですね。今のところ無理って言った形になります。で、もともとね、年末年始はブラックアウトされてて発見することができないっていう風になりますんで、こういった部分もございますんでね、この点は覚えておいていただきたいななんていう風に思います。こういった感じでですね、本当に、まあ、いつね、悪くなっていくかどうかっていうのはね、わからない部分もございますんでね。はい、ということで、まあ、これを踏まえてですね、利用していただければななんていう風に思います。ではやっていきましょう。ジョインフライオンクラブということで、会員登録していきたいなと思います。今回ね、私はもう会員登録、
会員持ってますんで、妻のアカウントをね、作っていきたいなと思うんですけども、サイトはね、英語か中国語しか確か対応してなかったと思いますんで、日本語対応してませんので、英語で行くって言った形になります。で、わかんない部分に関しては、こちらですね、ディープル、私が世界一周の時にずっと使ってた翻訳サイトなんですけども、まあ、こちら入れていただければですね、日本語に変換してくれるんで、まあ、PC だったらね、コピペでいけると思いますんで、そんな感じで翻訳しながらやってってください。ではね、個人情報を入れます。で、下の方に行くとね、住所を入れます。こちらね、ちゃんとジャパンが選べまして、選んだらね、町名とか番地とかね、ちゃんと神奈川とかね、神奈川県もちゃんと対応してるっていう風になってるんですよね。ですね、私は神奈川で入れていきます。で、下の方に行って、規約ですね、同意してっていただいて、Create My Account ですね。それぞれですね、Welcome to Flying Club。まあ、妻の名前がね、記載されておりますけれども、まあ、これでね、会員登録が完了っていった形になります。で、Search Flight。で、Return to Account。まあ、アカウント見ときましょうか。はい、これでアカウント完了っていった形になります。まあ、私もですね、最初の方ね、非常に、スマートフォンとかね、アプリでやってね、結構苦労いたしましたんで、これね、PC でやると結構一発でね、できると思いますので、ちょっとね、利用しづらいなと思っている方は、まあ、何でもいいんでね、PC サイトでね、スマートフォンではなくて、PC でね、まあ、やっていただくとね、一発でいけるかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、こちらで利用してみていただければな、と思います。こちらね、もう会員登録は済んでおりますので、まあ、ここのね、ホームに戻っていただいて、まあ、今後ね、検索されたい方は、まあ、ここで、東京。で、これね、HNL でね、ハワイ出てこなかったりするんで、州でね、検索することができますんで、ニューヨークだったらニューヨーク州みたいな感じで、まあ、ハワイだったらハワイ州で検索して、HNL ですね。そうするとね、出てくるっていう風になりますんで、これでワンウェイ。まあ、これはお好みでいいんですけども、ワンウェイですね。で、3月はね、まだね、めちゃくちゃ空いてますんで、3月で4人で検索してみましょうか。で、このアドバンスリサーチってのを押すと、マネー、ポイント、ポイントマネーとか出てきますんで、ポイントですね。で、ちなみにね、この東京、羽田、ハワイ路線っていうのは、バージンアトランティック航空のマイルで開放されているのは、エコノミーのみっていう風になっておりますんで、ビジネスとかね、出てきませんので、この点は覚えておいてください。で、今4名で検索してますけども、こんな感じでね、取り放題ですね。はい、ですんで、まあ3月の4日ですね、はい、こういった形で4名でもね全然取れるっていった形になります。3月はね本当にね多分取り放題で多分出てくるんじゃないのかな。本当にめちゃくちゃよく最近検索してまして、はい、3月の13まではねめちゃくちゃ取れますね。でこれが20日とかになってくるとね、これ春休みシーズンなんで、ここら辺もね私狙ってたんですけど、18とかね出てくるんですけど、この先に行くとね、なかなかなんですよね。まあちょっとね、この検索上限は私で出てますけど、ほら、こういった感じでね、はい、出ませんみたいな。ごめんなさい、これ今、うちの家族のあれでやってましたけど、大人4人とかね、検索しても多分出てこないですよね。だからこのね、ゴールデンウィークとかね、ここら辺がゴールデンウィーク入ってくると思うんですけども、まあここはね、デルタ航空が塞いでんのかもしれないんですよね。はい、これ全部ダメですよね。で、平日の、あ、違うな。失礼しました。これは3月になってますね。こっちですね。はい。これがゴールデンウィーク。ここら辺もね、利用できればめちゃめちゃいいんですけども、4月はもう24日から塞がってますよね。これもしかしたらデルタで塞いでんのかもしれないですよね。はい。もうデルタ航空はね、日本から就航してる路線結構多いんで、もちろんゴールデンウィークもね、はい。把握してると思いますんで、ブラックアウト入れてきてんのかもしんないですよね。だからこれがちょっとね、残念ですよね。ちょっとね、ゴールデンウィークとか余裕だろうなとか思ってたんですけども、全然ですね。で、8月一応ね、もう一回見ときましょうか。多分私はね、一日も出てこなかったんで、ダメですね。はい。もうお盆どころじゃない。ダメですね。だからこれがね、7月とかだとまだ出てきたりした気がするんですけども、どうでしょうかね。まあ本当にね、これ出た時はね、あ、ありますね。はい。でもこれは6月の30ですね。これ本当出た時はね、夏休みシーズンも本当に取り放題だったんでね、来たと思ったんですけども、まあデルタ航空さんもね、はい、知ってますよね。日本がどういった感じのね、カレンダーで流れてるのかね。
で、お盆がどれだけハワイ路線取りづらいかとかもね、把握してるのかもしれないですね。はい、だからもう7月の第2週、もう6、7月いっぱいからもうダメになってますね。ちょっと前までね、7月ポコポコではありますけれどもね、空席4人、あ、出てますね。7月の31だったらいける。でももう一点買いですからね。ですので、帰りがもしかしたら買えないとか、そんな感じにもなってしまうかもしれないですね。はい、こういった形になります。ということで、今回ですね、バージンアトランティック航空の会員登録ね、いくつかね質問が来ておりましたので、実際にやらせていただきました。まあそこまでね難しくないと思うんですけども、覚えておいてほしいのは、PC サイトでねやっていただければ結構ねスムーズにいくかななんていうふうに思いますので、ぜひね利用してみていただければななんていうふうに思います。ということで、本日の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、 Twitter、 Instagram、 LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。